こいつだけは平和に倒す。この動画には以下の内容が含まれます。それでもいいという人は、ゆっくりしていってね。また怪獣出てきたよ。この光景も飽きたぜ。あと2、3回あるんじゃない。結構あるな。あれ、あの怪獣。あー。うるせえ。すぐ行くよ、すぐ倒しに行きますよ。なんでそんなにやる気なの。そうだぜ、理由ぐらい。それでは突撃。公園すぎるんですけど。というわけでガンガン行きますよ。だからなんでそんなにやる気なの。そうだぜ、いつものウプ主らしくないぜ。それにそんなにやる気出して行動したら明日動けなくなるよ。私どんだけ暇なのよ。まあウプ主の事情は置いといて、まずはパーティーを紹介するぜ。今回は火属性だけでやってきましたよ。まずは運は一丁度の火の玉兵ゼットンくん、ダンクは苦手だけど可愛さ重視カリカルディちゃん。そして貴族性のクエストではよくお世話になります、闇落ちイザナミ。そしてフレンドさんの神カアスカだぜ。ギミックはワープがメインで、レーザーバリアと蘇生がちょこちょこ出てくるよ。アスカはアンチワープで爆発持ちだから連れてきたぜ。爆発を利用したダンクを円満するためにね。ウプ主が闇落ちしちゃったよ。なぜかんだし、いつの間にか第2ステージに来てるけど気にせず。ウプ主、どうして今日はそんなにやる気なの。そうだな、ビオランテで何かあったのか。実はね、長年の恨みがあるんだよ。ほうほう、ちょっと気になるね。私がまだ小さかった頃ね、父が録画したのかテレビでやっていたのか忘れたけど、王子が対ビオランテを兄と見ていたのね。かなり昔の映画だよな。ほうほう、かなり前のやつだよ。私もね、怪獣映画は好きだったから、キャッキャッと言いながら見てたんだよ。別に恨むところとかなさそうだよ。いやいや、話はこれからですよ。ビオランテはね、最初は今出てるようなバガの花の怪獣だったんですよ。それが、どこでどうなったのか、後ろにいるような獰猛な怪獣になるんだよ。またこいつが大きくて、ゴジラ君を丸飲みしようとするんだよ。そのシーンが怖くて怖くて、幼い私は大泣きしましたよ。だから私を泣かしたビオランテを未だに恨んでるんですよ。これだけ尺取って、そんなにいるかよ。でも本当に怖かったんだからね。今回はその恐怖を払拭するためにこいつを倒すんだよ。理由はしょぼいけど、前向きなところはいいと思うぜ。そうだね、理由はしょぼいけど私たちも手伝うよ。あんまり消費しているなよ。というわけで第2ステージも突破できそうだよ。早くもボス戦だぜ。それでは行きますよ。やっぱり怖いんですけど。落ち着いて雑魚から処理していこうぜ。蘇生させるネクロンは早めに倒したいね。アスカのホーリングもあって結構処理できたね。アスカは誘発できるから、できたらボスの近くにいたいぜ。端っこにいるのは困るけどね。ゼットンでネクロン倒してもいいけど、できたらアスカに当てたいぜ。フリーさんには当たったね。でもでも、これだけ固まっていれば、有効でザコは一生できそうだよ。これで残るはボスだけだぜ。ルビーちゃんの位置もいいから、うまくダンクれば突破できそうだよ。ダンクつえー。ちなみにこのルビーちゃんのには、遊撃の特 M です。それではボス第2ステージに向かうぜ。さっきのダンクで HP を少し減らしているね。これまだ早急に片付けられそうですね。相当恨んでるんだろうな。ネクロン倒そうと思ったけど無理でした。でもかなり削れたから大丈夫だぜ。そうだよ、次のセットン君である程度処理できるよ。2体倒せたね。できれば早く上のネクロンとホーミング吸収を倒したいよ。さあ上の2体を削りに行くよ。次のイザナミゼロで、ザコを一掃できたら、キャプをするボッコですよ。また闇落ち。アスカのホーミングもあって、なんとか処理できたぜ。あとは友情出しながら削っていけば、ヘイム、生ぬるいよ。やつには、キャラ変わってるんですけど、ビオランテより怖いぜ。なんでベッドになってるんだよ。サイカワはバルタンくんだけどね。お前もかよ。遊んでるうちにボス第2ステージも突破できそうだよ。ゲ
までは次の最終ステージに行きますよ。ゴジラのステージと違って雑魚が多いな。ちゃんと処理しないと面倒なことになりそうだよ。ゴジラを倒せたのは嬉しいね。あとはこのワンコを先倒さないとね。ワンコは攻撃力ダウンをしてくるからね。これどうしようかな。イサナミに当てればなんとかなるかな。ラッキーメテオだぜ。そして綺麗な盾感。次のジェットン君でホーミング吸収を倒してしまうよ。できれば花の妖精も倒してほしいぜ。私何か言いましたか。そんな気がしたぜ。ちょ、ダメが結構大きいんだけど。いい位置に弱点あるから SS 使って反撃モードになるぜ。照準合わせました。お覚悟。妖精も一回倒せたね。次のイザナミで雑魚処理してフルボッコだね。反撃で倒される妖精。ピンハートの出方が安心だね。安心してこいつを。まずはアスカさんの SS から使っていきますよ。詳しく知らないけど、とりあえず弱点狙いで。本当にガキね。かわいい。結構減らせたぜ。うつ虫、これならジェットン君で倒せるよ。それでは最強の怪獣の名をかけて。ランクはミスするんだな。やりました。イエーイ。そして直ドロ。これ見て。私も恨みである。ビオランテ討伐じゃご視聴ありがとうございます。この動画が気に入った方はチャンネル登録をお願いします。エスカジュチャンネルの新着動画が見やすくなります。登録は動画の下のチャンネル登録をクリックするだけで簡単にできます。それでは次の動画でお会いしましょう。さようならー。